維新にも疑惑の目だ。最大派閥安倍派の政治資金パーティー裏金疑惑に自民党が大揺れの一方維新にも裏金疑惑が浮上し刑事告発されていたこの過去がネット上の注目を集めている発端は2019年9月大阪のリーガロイヤルホテルで開催された政治資金パーティー大阪維新の開婚親会 松井一郎前大阪市長が大阪維新の代表を務めていた頃だ19年分の大阪維新の政治資金収支報告書翌年公開によれば懇親会の収入は参加者5862人に対し1億1724万円参加費用は1人当たり2万円だったホテルの HP によれば 懇親輪会の,会の間の収容規模は最大2000人収容可能人数の3倍近くが詰めかけたとは何とも不自然である不審な点は他にもある日本維新の会の音喜多旬政調会長が懇親会開催の翌日自身のブログにこう綴っていたのだ大阪維新の会懇親会について改めての所感をまとめておきたいと思います とにかく人人人という感じで今年の来場者は3000名を超えて約4000名いたそうなチケットの番号は1万までありましたから来場者数の3倍以上チケット購入者外装ですねこの内容を収支報告書に照らすとまるで整合性が取れない不起訴決着も整合性は取れず音喜多氏の記述通り参加者が4000人だったならば 収入は約8000円。収支報告書に記載された1億1,724万円とは約3,700万円の開きがある一方チケットの番号が1万まで振られ購入者が来場者数の3倍以上いたならば収入は少なくとも約2億円2万円 ×1 万枚に上る。 収支報告書の収入金額との差額は約8200万円だ。まさか裏金化したのかこうした不審点をまとめ、当時、維新の代表だった松井氏を刑事告発したのが、自民党の裏金疑惑の短所を開いた神戸学院大教授の神脇博之氏だった。改めて神脇氏に聞いた。た氏ががブログに書書いいている内容と収支報告書の整合性が取れなかったため 政治資金規正法違反で昨年9月末に大阪地検に告発しました告発状は受理されましたが結果は不起訴検察審査会に申し立てたものの結果は覆らずしかし整合性が取れていないことには変わりありません音北事務所にブログの内容について真意を尋ねたが期限までに回答はなかった きちんと説明すれば痛くもない腹を探られることもあるまい以下はネットユーザーの反応をまとめたものです収容人数以上のパーケン売り砂漠くのも自民と同様の手口第二自民党を自称するだけあります掘れば色々と闇が出てきそうですね万博の契約スキームもやばすぎると X での暴露もある 参加国日本の建設会社ではなく参加国エージェント日本側ブローカー訳のわからんファンドエージェント日本の建設会社というスキームこれらのエージェントやファンドの中にはワンルームマンションに投機だけ置いている合同会社なんかもあって非常にブラック皆さんの慎重な投票行動に期待したいと思います 政権批判の現代らしく自民党サイドになったので維新も過去のこうした疑惑が報じられますが野党も掘り下げればいくらでも出てきますよ何もやましいことがなければ立憲民主党が先日発表した来年5月開催予定だった政治資金パーティーの中止を決めたということはそういうことでしょう日本共産党だって熊本自身の募金を政党活動資金として流用しましたしね また、かつての首相で毎月1000から1500万円ものお小遣い、おままからずっと6年間ももらい続け、総額5億や10億円とも言われており、それを贈与申告せず事件が明らかに。その言い訳が、申告する必要があるとは知らなかった、ですからね。民主党に政権交代した時の鳩山幸夫というのですけど、修正申告して逮捕は逃れてます。 最大派閥安倍派の政治資金パーティーにかかる裏金疑惑が注目されているがそもそも維新も自民と同じ穴の無ジナだ両党とも業界団体に支えられており資金が還流する仕組みを持つが議員個人にとっては集まった献金を裏のポケットに入れたくなる心理が働くのだろうかねてから政治には疑惑や不正はつきものだが 司法当局がどこまでメスを入れれるか有権者の一人として注目したい本件2つ提起すべき点1当時主要メディアは本件をどこまで追及したのか2司法当局による不起訴結果についてどこまで公判の評価にさらされたのか自民による今回の事案に際し 上脇教授への称賛や検察への期待を寄せる風潮にあるが、上脇教授はこれまで相当数の調査や告発を積み上げながら、都度の扱いはどうだったか。他方、検察に対する本件不起訴の論評、評価が適正に行われたのか、いずれも脳だろう。とりわけ検察について、本件は大阪地検、である点に留意する必要がある。 今更言うまでもなく、当治県での不祥事、失態は類を見ず、片やたまに先日控訴審判決のあった森友事案では、訴訟が民事で直接的には無関係ながら、発端には極めて無理筋、無理やり、あるいはずさんな捜査がゆえんで、隠蔽も同然の結果に至っている。 本件維新事案と完全に被るか否か否不明も、何事、大阪が絡むことについて広く実行すべきだろうどこの党でもやっていることは同じ正確に記載すれば問題ないがそれではわざわざパーティーなどやらなければいい維新も元大阪自民党議員の一部からできた政党であり大阪自民の崩壊で橋本、松井、吉村人気で支持を集めたがそれは大阪維新であり 国政政党日本維新は国政において何ら役には立っていない大阪維新と日本維新は全く違うことを有権者は考えるべき維新の国会議員は支持できない大阪維新の会だって結局は自民党のスピンオフだもんあって当然音喜多氏は昔は正義あふれる政治家だったがキャリア重ねるにつれどんどんずぶとくなるよ 上条教授は他人の金勘定に文句つけるのではなく、もっとアカデミックなことできないのかな、今、問題の政治規制法違反だけでなく、万博の大幅な予算増に関与した議員などはいないのか、予定の売額の建設費以外に次々と費用が膨れ、膨大な金額が想定されている。 こういうい不明朗な金の像は贈収賄容疑や議員への献金などを生む温床となるどさくさに紛れ悪人がはびこるのが根弱問わず自命の理。予知して対応することも必要もはやパーティー券による裏金づくりは自民党だけの問題ではなく国会議員すべての問題と捉えるべきだと思います 利権政治を正すことを目的として政党交付金が生まれたと記憶していますが、政治家にその気はないようです。しかし、法律は政治家のためのものではなく、国民のためにあるべきものであるので、政治家は報酬と政党からの寄付金以外の収入を認めないようにすべきです。政治活動の報告や政策を訴えるための会を開くのは問題ない。 ただし、自費で、もしくは党の経費で、また、政治資金規正法に違反した場合は、会計責任者だけでなく、政治家の使用者責任を問える法律に改正し、国会開会中でも不逮捕特権は適用されないようにすべき。また、違反の事実が見つかった場合、その議員が所属する政党への政党交付金は5年間停止。日大だだってもらら。えないんだから 国会議員だからこそ、より一層厳しい厳罰を課す法律にすべき。